週刊ポストに、ひさしさんの4月から通学における私服通学コーデ問題というのが記事になっていましたね。確かに、筑波大附属高校は私服だから、そういうこともこれから記事で書かれることが予想されますね。今までは制服だったから洋服もあまり考えることもなかったんでしょうが、高質はブランド物にしても国産ということが基本のようです。まあ日本の象徴になる高質ですからね。そういうところも気を使わないといけないんですね。実は高質のファッションについては、有名百貨店の外商担当が赤坂御用地まで来て高質にふさわしい衣類を選ばれることが多いようです。まあ普通に洋服を買いに行ってというわけにはいかないですからね。これまでの日差し様の私服ファッションでいうと、襟付きのチェックシャツが定番だったようですが、それだと高校生活で浮いてしまう可能性があるようです。私服が分かって、この高校を選ばれているということもあって、流行に敏感な生徒が多いようですね。だからカジュアルな服装ができるかどうかということで、日差し様が T シャツにダメージジーンズという日が来るかもしれないと書かれていました。まあ絶対に似合わなそうだけども、それも見てみたいですけどね。まあ今年は、秋島家もそうだけども、政界の方も動きがいろいろありそうですね。麻生派閥からも4人が退会したようです。麻生派閥も麻生太郎さんの存在感で成り立っている感じですが、引退も囁かれていて、その後継者には長男ではなくて長女にするのではないかと言われているようです。自民党の中では、二階さんの次に高齢議員ということになっていて、後継者を誰にするかということで、長男が最有力となっていましたが、家業を継いで実業家になって、地元では長女を推す声が強いようです。長女の彩子さんは東京大学を卒業していて、2014年にはフランス人と結婚されて、現在はフランスにいて子供もいるから難しそうですが、どうなりますかね。世襲議員というのが風当たりが強くなってきているので、長男よりかは長女の方がその風当たりも弱まるだろうということで、長女には打診をしているようですが、フランスから帰国をして子育てをしながら政治家というのも大変そうですね。まあ引退は近づいてきているので、麻生派閥の議員は派閥を抜ける動きが見出してきたようです。実はその裏には菅前首相が派閥を設立するのではないかと言われているようです。ここに麻生派閥から離脱をした佐藤勉氏が入る予定のようです。まあ岸田首相の下でのけ者にされている人たちが結束をして強い派閥を作ろうと動いているようですね。菅首相を最初に支持したのは二階幹事長でしたよね。その二階派閥も二階さんが引退をすれば武田良太議員が二階派を継ぐと言われていましたが、まだ時間もかかりそうだし、二階派閥をそのまま菅首相の新しい派閥に合流させる考えのようです。菅首相といえば石破茂さんや小泉進次郎さんからも支持をされたことがありましたが、3月2日には石破茂さんの勉強会に菅グループの議員も多数集まったようです。新しい菅派閥には70人前後が集うのではないかと見られているようです。麻生派閥も岸田派閥と合流すると見られているから、安倍派と岸田派と菅派の3つの大きな派閥に分かれるかもしれないということです。まあそこで53人の茂木派がどう動くかですね。現在は岸田派閥で幹事長を任されていますが、派閥有力 OB で参議院のドンと呼ばれた青木氏は茂木幹事長を嫌っているようです。いろいろと政界も動きがあるかもしれませんね。ただ麻生太郎さんには、最後の仕事として、秋島家の会計監査とか、元財務大臣として、その辺に影響力があるだろうし、仕掛けてもらいたいですね。個人的には、麻生太郎さんの長女の方が、女性天皇とか、そういった議論にも加わってくれるかなと思うので、長女の方がいいですが、まあなかなかフランスから帰ってきて、政治家っていうのもあまり考えられないですが、どうなりますかね。ただフランスの大手、水道会社幹部の男性と結婚したということで、もし政界に入れば、フランスともパイプが持てますからね。ちなみに、麻生太郎さんは、娘さんの彩子さんが結婚されるときに、娘がフランスに輸出をされますと語ったようです。逆輸入はあるんでしょうか？それにしても政界にも、皇室にも、今注目を集めている、東谷義和チャンネルのような暴露をする人が出てきたら面白いんですけどね。すでに暴露された城田優さんは、有名企業 CM3 社がネット上では閲覧できない状態になっているようです。かなり大ダメージでしょう。女性関係や投資詐欺に関わっていたこととかも、暴露されて、これが真実だと、有名企業も問題視したんでしょう。まだ事務所としては処分をしてないようですが、今後の仕事に影響を与えることは間違いないでしょう。2020年9月までには、渡辺エンターテインメントで専属契約されていましたが、独立をして仕事がなくなるのも時間の問題かもしれません。まずそれが本当かどうかは別として、そういう噂がある人にスポンサーがつきませんからね。皇室のことを暴露する顔出し YouTuber が出てきたら、一気に秋島家も廃着に追い込まれるでしょうね。まあ、久志様に関しては、筑波大附属高校に行こうとしていた保護者と思われる方の告発もたくさんありますけどね。
実は筑波大附属高校へ合格をした生徒で辞退をされた生徒も過去最高だったようです。もともと筑波大附属高校は自主、自立、自由の精神を教育目標として掲げていますが、悠仁様が来ることで自由がなくなることは賢い生徒ならみんなわかりますよね。ちなみに中学校は生徒が205名で、高校は240名で、中学校から内部進学は 80% ぐらいと言われています。だから160人ぐらいが内部進学なんでしょう。それで今年の合格者は男子84名で女子61名と発表されました。意外と女子が多いんですね。147名と内部進学8割の160人を足すと307人ぐらいです。なんか大幅オーバーしていますね。募集しているのは男女80名と書かれていました。これはあらかじめ辞退者が多く出るだろうと予想して合格者を増やしていたんでしょう。毎年併願だから辞退者はある程度出るようですが、今回は悠仁様の影響で辞退者が増えると予想されたんでしょう。それで147名の合格者のうち67名ぐらいが辞退をすると予想してたんでしょう。ただ実際にはもっと辞退をしているようで、繰り上げ合格が出ているという情報のようです。補欠合格とかそういうことは早ければ合格発表の翌日に行われることがあるんですが、遅ければ1ヶ月後になることもあるようです。だからもしかすると合格者は発表したけども辞退しまくっているのかもしれません。現在は一般合格者が通常は147人ぐらいですが、早稲田、アカデミーなど後から入学者数が増加しているのを分析して91名が辞退をしたと言われています。まあ自由がなくなれば、そりゃそこに魅力を感じて入学をする生徒からしたら嫌ですよね。しかも悠仁様のクラスになる確率は6分の1で、3年間一緒のクラスだから結構高い確率で3年間自由が規制されるわけですからね。他の同程度の学校に行ける選択肢がある子は別の道を選ぶでしょう。同級生になって自由を奪われるよりかはいいですよね。秋篠様もタイで隠し子がいる噂とか、いろいろ女にだらしがないという噂だし、悠仁様に取り返しのつかない性暴力を受けても泣き寝入りするしかないですからね。生徒や保護者に同情しますね。昨年12月に提携校進学制度で入学が確定していたわけだし、もっと早くに発表してくれていたらこんなに犠牲者を出さなくて済んだんですけどね。筑波大附属高校としても事態が続出をして慌てなくてもよかったでしょう。不正合格をしてくること、保護者も関わらせたくないでしょうからね。そんなことをしたらまともな学校生活が送れなくなりますからね。筑波大附属高校は国立とはいえ、基本的に裕福な家庭の子が多いでしょうからね。勉強にはお金を投資できたからというのもあるだろうし、自由な教育に魅力を感じて筑富というのもあっただろうから、それがなくなると魅力がなくなりますよね。まあニューヨークの方では逆に留まり続けることを辞退をして帰国をしなければいけないのに、ニューヨークから意地でも出たくないとマックさんは言っているようですけどね。別に誰も妨害しているわけではなくて、ただ単に小室圭が司法試験に受かって就労ビザを取得すればいいだけなのに、小室圭が海外に拠点を作れなかったから問題になっているわけですよね。それで真子さんは小室圭と結婚したんだから、小室圭がポンコツだったら真子さんが就労ビザを取得をして働けばいいだけなんですよね。まあ真子さんは博士号を取得しようと国際キリスト教大学院に行かれていましたが、一時休学をしてそのまま小室圭と結婚したから修士号しか取得してませんよね。皇室は窮屈で自由がないとか、どのくじが言ってるんですかね。法律は守ってもらいたいです。いくら皇族でもビザが切れたら帰国をするしかないんですよ。まあ皇族の時は何でも自分の言いなりだったから、不法滞在とか意味を分かってないのかもしれませんね。私がニューヨークにいたいと言ったらそうしてくださいということで聞かないのかもしれませんね。それはあれだけ日本国民に喧嘩を売って出て行ったから帰国はしたくないのは分かりますが、法律は守らなければいけません。都合が悪くなると一般人だから報道するなとか、元皇族だから警備をしろとか、一番厄介なタイプですね。まあ眞子さんが働くという選択肢もあったかもしれませんが、さすがに眞子さんのことは世界中で結婚のことが報道されましたが、その中でも複雑性 PTSD というのは特に大きなニュースになりました。これは本来は日本のメディアを黙らすために使った手段だったんでしょうが、これが原因で眞子さんが就労ビザを取得することは絶望です。複雑性 PTSD はまず治ることがないでしょう。10年20年と一生付き合っていかなければいけない病気です。複雑性 PTSD は親から何年間も性的暴行されたり、戦争に行って自分の目の前で死者を見てきたり殺したりとかしてトラウマになっている病気です。だからもし仮に何年もかけて複雑性 PTSD が治るとしても、今後は通常の PTSD レベルの病気と向き合わなければいけないわけです。それがニューヨークに行った途端に大麻の影響か複雑性 PPAP になって元気になりましたからね。もう昭島家は問題だらけですね。麻生太郎さんには最後の仕事として頑張ってもらいたいです。元財務大臣として
悪島家の会計監査をして不正を突き止めて悪島家を廃着にしてもらいたいですね。悪島家は疑惑が多すぎていろんな不正をやっていると思われます。不正に関わった人物もたくさんいるでしょう。悪いことをした人間はみんな逮捕してほしいです。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。